フジ。ずっと待っていたぞ、本来のお前を。本戦で会おう。ゲームアンドマッチ、ジャパン。やったぜ。ドイツからまず1勝だ。続いて第2試合を行います。次はお前たちだ。地獄を見てこい。僕に彼のパートナーが務まるかな。いちいち勘に触る野郎だぜ。日本はワンゲームくらい取れてるのかね。ドイツはエキシビションですらこれまで負け知らずだからな。おいおい、第一試合日本が王者ドイツに勝ったらしいぜ。マジ？あのドイツから？日本もやるね、リョーマ。ドイツも大したことないね。素直じゃねえな。別に。まあこのまま王者ドイツが黙ってるわけないがな。なんだこの盛り上がりは。そんなに見られると実力の10分の1も発揮できないかもしれないね。キューピーキューピーって何なんすか。3分で相手を料理してマウントちゃうか。キューピークオリティオブパーフェクト。あ、そう呼ばれていたことから付けられた登録名だそうだ。本名出身地ともに不明。赤ん坊の頃からテニスの英才教育を受けている。アカデミーのトップ中のトップですよ。王者ドイツの参謀にしてドイツテニスアカデミーの最高傑作と言われる男だ。めちゃめちゃヤバいやつじゃないですか。大会10連覇に向けてドイツも気合十分ということだ。行け国光。はい。ですか。みんなをここまで率いてくれたことを礼を言うぞ。あとで。ああ、随分と偉そうだな。第2試合、ドイツ、キューピー、手塚国光。日本、入江かなた、アトベ慶吾。ドイツはキューピーが出てきたらしい。気合入ってるね。もう負けらんないって感じだ。ね、パートナーは国光、手塚。えっ、どうした後？いつまで膝をついているつもりだ。